全国つつうらうら旅役者カルタがお邪魔をしての気ままなぶらり旅。さあ今日はどんな街ぶらになるんでしょうか。楽しみですね。ところでカルタさん、今日はどの街をぶらぶらするんですか。どうもズンドコズンドコカルチャンネルカルタです。今日はねフラッと来たのが奈良県の弁天座、弁天座のなんていうのかな、劇場の前の商店街、商店街っていうのかな、うん、ここに来ました。カルタの街ブラ行ってみましょう。劇場の前の商店街、商店街っていうのかな、うん、ここに来ました。でもねちょっと長らく来てなかったら喫茶店木馬さん、ここに移転したのかな。ひょっとしたらあそこに移転してますね。僕たちがね、あの木馬のママとかお世話になった時は確かね、この辺信号を渡ってこの辺だったと思うんですけどね。ここだったかな。この辺にあったと思った。多分ここですよね。この正面の白い建物、そこが木馬の喫茶店だったとそう思うんですけど、あ、なんか変わったね。で、劇場もここ2年ほどかな、お世話になっておりませんことで、若とかも社長とかも元気かな。まあ、この商店街ここをちょっとぶらっと歩いていきたいなとそう思います。ではカルタの街ブラ始まります。この辻さんね、大衆演劇の役者さんは必ずお世話になっている、こちら辻さんね、なんとも風情のある店構え、あの田舎町みたいなね、なんかちょっと のんびりした情緒ある、そんな商店街、ここですよ、弁天座。見てください、ただいま里見隆劇団、里見隆劇団が、公演中でございますね。まあこれ今開演中、夜の部が始まっていると思いますので、バタバタと私もこの情緒ある商店街を通りながら弁天座を後にするわけではございますが、言うて何もないですよ。昔はね、あの栄えてたのかも分かんないですけど、でもこれぐらいがちょうどいい。そして今はねこういう時期ですので、お店も閉まっているところが多いのはやむを得ないんですけど、駅から近いからね、サラリーマンの人たちがお仕事終わりに赤ちょうちんで一杯やったりするんじゃないでしょうかね。あ、そしてこっちがフルーツ吉田の社長ですね。閉まってますね。弁天座の前売券好評発売中。ここがフルーツ吉田の社長のお店ですよ。開いてればよかったんだけど。そして今月弁天座公演は綺麗ですね。里見隆劇団ですね。さあそんなわけで、あっという間に商店街終わりました。でここ駅がね目の前にあるから、お客さんもすごく行きやすい、分かりやすい劇場だと思います。時間も時間帯なんでね、お仕事帰りとか、学生さんとか、いろんな人たちが結構ごった返しておりますけど、こうしてミスタードーナツ、
さあそんな感じで、今日のカルチャンネルは大和高田駅、大和高田駅の近くにある、商店街、向こうにね、なんかオークワとか昔あったんだけど、マクドナルドとかなくなって、見えるかな、結構綺麗な大きな建物、あ、ライフとかね、こんな感じになってます。では次のカルチャンネルで会いましょう。なんかこの動画シュールだなと思った人は高評価、チャンネル登録お願いいたします。バイバイ、ありがとうございました。カルタさん、今日も一日気ままにブラブラ楽しめましたね。カルタの街ブラ、次はあなたの街でお会いしましょう。月主役、背中で感じる立ち役の定めを華麗に舞う、その立ち姿、観客皆が受け、惜しい時間、影回しさえ鳴りやむことない、拍手が物語る、今宵も舞う鮮やかに、また皆は遠くとご覧なれ、センスに隠れた塩味な眼差しが華麗に舞う、その色姿、一度も皆が受け、垂れ目に惑う暗転でさえ鳴り止むことない、拍手が物語る、今宵も咲く妖艶の花、皆は遠くとご覧あれ、言葉に出さなくても
どうも小沢です。カルチャンネルよろしく。見ないやつはカルタ取りにするぞ。